はい、毎ニューフドです今回の動画も新型コロナウイルスの海外最新情報をドイツ現地から皆様にご紹介いたします今回の動画内での情報はドイツ時間9月14日午後12時までにドイツで報道されたニュースです今回も重要な点だけピックアップして皆様にご紹介いたします まず本日時点で感染者増加傾向にある国々はこちらです。オーストリア、イスラエル、インド、インドネシアです。これらの国々では感染者が増加傾向にあると報道されております。9月13日の午後12時頃に報道されたオーストリアについての報道があります。首相によればコロナ感染症の第2波はすでにオーストリアで始まっています。私たちが現在経験しているのは第2波の始まりですと彼は日曜日に言いました。 彼はすべてのコロナ対策を継続して遵守し、社会的接触を減らすように住民に要請しました。オーストラリアでは最近コロナ感染の劇的な増加が記録されました。土曜日に政府は869の新しいケースを報告しました。それらの半分以上は首都ウィーンで報告されました。日曜日にはさらに463件の症例が登録されました。ということで首相によればコロナ感染症の第二波はすでにオーストリアで始まっていると言われております。 そしてオーストリアに関してですが感染状況はこのようになっています9月13日が最終更新でしたが463人と報告されておりますこれから見ても右肩上がりだということが言えると思います次に午後8時ごろイスラエルについての報道がありました新型コロナの新たな感染者増加を考慮しイスラエル政府は2回目の全国的な封鎖を課すことを決定しましたといろいろあります なので、まあ、2回目のロックダウンということですね全国的なそれが決定されたということですでイスラエルについての感染状況ですがこのようになっています右肩上がりで9月13日最終更新で2506人が感染している模様ですそして次に午後10時ごろ WHO 世界保健機関についての情報があります1日で世界でこれまで以上に多くの人々が新型コロナに感染しています WHO 世界保健機関によれば1日以内に約30万8000人が新たに新型コロナに感染しています。最大の増加はインド、アメリカ、ブラジルでした。そして本日報道された増加傾向にあったのはこの3国のうちのインドとなっています。インドについては9月13日最終更新で9万4372人が感染しております。1日以内で。これも完全に右肩上がりとなっております。そしてこういう状況下なのでインドについて新たな報道がありました。 9月14日本日午後12時頃に発表されたニュースになります。インド政府は新たな感染者数が増えるにつれて潜在的なワクチンの承認プロセスを加速することを検討しています。といろいろありまして、まあ、保健大臣が緊急承認を検討しているということで、しかしながら彼は臨床試験は妥協せず、政府が安全性と有効性を確保できる場合にのみワクチンが利用可能になると強調した。ということで、まあ、インドはロシアみたいにそこまで急がずに とにかくその安全性は第一だよということを強調したということですそしてインドネシアインドネシアもすごいことになっておりますこちらですはいインドネシアでは9月13日時点で3636 36人が感染しておりますこれも完全に右肩上がりになっておりますそしてこれに関してのニュースがありました午前9時頃です本日インドネシアの首都ジャカルタはコロナ患者による地元の病院の集中治療室の潜入率が高いため 公共生活を制限しています。月曜日の時点でウイルスの蔓延を抑制するために大都市における社会的、経済的、宗教的、文化的、大学の活動は2週間制限されています。新型コロナの患者のための67の病院のうち7つが占有率の上限に達しており46の病院が占有率60%を超えています。ということでインドネシアでも結構医療崩壊の危機に接しているということです。そしてさらにこのような状況が 各国で起きているので WHO 世界保健機関が午前8時頃言いました WHO 世界保健機関は10月と11月にヨーロッパで1日当たりのコロナ死が増加すると予測していますもっと厳しいものになるだろうと WHO の欧州担当地域局長は AFP 通信社に語りましたウイルスによる新たな感染数は現在ヨーロッパで増加していますが日々の死者数は比較的安定しています 現時点では世界はそのような悪いニュースを聞きたくありませんが10月と11月には死亡率の増加が見られますコペンハーゲンに本拠を置く WHO の職員はワクチンにあまりにも大きな期待を向けないよう警告しましたこれまでのところワクチンが全ての集団に役立つかどうかは不明ですワクチンが一部のグループを助けることができるが他のグループを助けることができないという証拠がありますヨーロッパ特にスペインとフランスではコロナ感染数がここ数週間で急激に増加しています 金曜日だけでもヨーロッパの55カ国で5万1000件を超える新たな感染者が報告されました。これは以前4月の交換戦数を上回っています。ということで WHO 世界保健機関の予測では10月11月にヨーロッパで毎日の日々のコロナ値が増えるだろうと、増加するだろうと予想されています。そしてワクチンにもあまり大きな期待を向けないようにと警告もされているということです。これら事実は結構他の研究結果、 につついいいいいてても結結びついているので結構信頼度は高いと思いますこの件に関しては。というのもその免疫が永久的に働くかというのも微妙なことも言われていますし3ヶ月または数ヶ月で免疫がなくなるというのも言われていますし再感染のリスクもすでに発表されていますで株が違うというのも言われていますなのでワクチン自体に大きな信頼を向けるというのは間違っているという警告をされていますそしてドイツからの報道です午前10時ごろ ベルリンの健康上院議員はより多くの高齢者がすぐにコロナウイルスに再び感染する可能性があるという恐れを表明しました全体として我々はより若い人々が感染していると RBB インフォラジオで月曜日に行われた保健大臣会議で議長は述べました二十歳から二十四歳では人口10万人あたり45例ですがその多くは無症状です現在の状況は高齢者にとってはより多いですがそれは再び変わる可能性があります 集団免疫を許可することに反対して彼は言いました。感染が手に負えなくなれば、高齢者ほど入院率が高くなり、死亡率も高くなります。とありまして。で、これらのニュースを見て、今現在の新型コロナによるリスクが浮き上がってきました。というのも、先ほども言った通り、再感染が起こり得るという状態で、それが分かってきてだんだん。ハイリスクグループであったり、高齢者であったり、基礎疾患がある人々と比較すれば、まあ、再感染しても若者は まだ比較的弱いダメージで済むかもしれませんがただ一方でその再感染の時のダメージ1回目に感染した時よりも重くなるっていう研究結果もありますしなのでまあそこら辺はよく分かっていませんなので断言はできませんですが明らかにその再感染によって若者が再感染によってまた症状が出るのとハイリスクの人たち高齢者の人たち基礎疾患がある人たちがまた再感染で感染してしまうと の方が、彼らの方が、明らかにハイリスクだと、えー、一般常識から言えるので、自分たち、その若い人たちが再感染して、また感染を広げてしまうとか、一度実は感染していながらも回復して、また再感染し、となると無症状の若い人たちが、どんどんそのハイリスクの人たちに広めてしまうと、新型コロナを。で、どちらが致死率が高いかといえば、もう明らかに、それは皆さんご存知の通り、ハイリスクグループの方々です。 新型コロナにかかってしまうと、ハイリスクの方々は、さらに重症化になるリスクが高いので、参考として、今現在どのような感じで世界で新型コロナ感染者数、そして死亡者数がどのように変化しているかっていうのをグラフでご紹介いたします。まず全世界での1日あたりの感染者数、こちらになっています。現在9月11日が最終更新ですが、28万8787人が1日で感染しております。グラフを全体トータルで見ると、 完全に右肩上がりです。これは1日あたりです、合計ではないので、これを見ることによって、今現在、どのような状況に置かれているかというのが分かります。全世界的に見ると、各国じゃなくて、トータルで見ると、1日あたりの感染者数は伸びっぱなしです、第1波から、ずっとです。そして次に死亡者数、皆さんが気になっていると思います。これも1日あたりです、合計ではないです。 一日あたりで9月11日最終更新で6116人が亡くなっております。世界中で。これも第一波でかなり伸びてますよね。かといって、そこまで増減というか、減ってはないと思います。ほとんど横ばいですね。はい。ということで、これから見て感染者数も伸びています。死、一日あたりの死亡者数も、まあ感染者数と比較すると、死亡者数は右肩上がりではないですが、 ほぼ横ばい状態です。改善はしておりません。ヨーロッパでの感染者数と死亡者数の割合をグラフでご紹介いたします。例としてドイツ出します。9月11日時点で1484人感染しております。1日あたり。ただし死亡者数9月11日時点で1人だけになっています。第1波と比較すると完全にわかると思います。300人以上亡くなっていたのが現在1人。ということで死亡者数に関しては 現在のところ、ドイツにおいては完全に第1波とは比較できないほど減少しております次、フランス7183人が9月13日最終更新で1日当たり感染しておりますこれも右肩上がりです死亡者数に関しては9月12日の17人で第1波と比較するとこれも明らかに減少しております次、スペインこれも例として出します 右肩上がりですね。9月1 1日時点で1万2183人感染。死亡者数48人です。9月11日時点。第1波と比較しても完全に減少しております。この、これらがヨーロッパの現状です。次に紹介するのがアメリカ。感染者数は9月12日時点で4万1534人。まだまだ上がっていますよね。1波が来て、第2波が来て、 若干減少傾向または増減がなっている横ばいという状態になっていますただ感染者の数に関してはヨーロッパと比較できないぐらいの感染者になっていますで死亡者数を見てみましょうこれも1日当たり9月13日時点で383人第1波と比較すると半減ぐらい下がっていますよねただまだまだその、まあ、絶対数新型コロナの感染者数がすでに多いので、まあ、これぐらい出てしまっている状態です 次、ブラジル。9月13日時点で1万4768人が1日あたり感染しています。これもまだまだ多いですよね。で、死亡者数。で、死亡者数が9月13日時点で415人。で、これに関して注目してみてください。これは結構ね、増減が日々で激しいので、なのでこのグラフで言えるのは、増えた時は1500人前後、減った時は500人前後だと思います。が、ほぼ同じような動きで増減していますよね。 ということで、第1波から今日まで、ほとんど変わっていません。死者数が。なので、各国いろいろな動きがありますし、ただヨーロッパに関しては結構似たような動きで、感染者数は今現在、極端に伸びています。が、死亡者数は極端に減りました。で、アメリカ、ブラジルはだいたい半減、または同じような動き、ブラジルみたいに同じような動きをしているてい国もあります。ということで、株の変異自体も明らかに最近になってきているので、研究結果から。 いろいろ地域ごとでいろんな株が今現在もまアクティブになっているということですで、えー、一番最初にお見せしたように全世界での状況が感染者数は伸びていますし死亡者数も全然変わっていませんので今後も引き続き対策をして自分は暮らしていこうと思いますということで今回の動画は以上になりますまた新たな情報が手に入り次第皆様にご紹介いたしますそれではまたバイバイ で生き,てきた?」